マハダ・オンダは、スペイン・マドリード州マハダ・オンダに、本拠地を置く、サッカークラブ。2019から20シーズンは、リーガ・エスパニョーラのセグンダ・ディビシオン B に所属している。1976年に、マドリード州マハダ・オンダに設立され、すぐに、マドリード州サッカー連盟に登録された。1987年には初めてリーガ・エスパニョーラの、テルセラ・ディビシオンに昇格した。 1997年には初めてセグンダディビション B に昇格したが、すぐにテルセーラディビションに降格している。2012年にアントニオイリオンドが監督に就任すると、2015年には再びセグンダディビション B に昇格した。2018年5月27日には、昇格プレイオフで FC カルタヘナと対戦し、ロスタイムにおける相手のオンゴールで、 FC カルタヘナを下して、昇格を決定した。2018から19シーズンには初めてセグンダ、リビシオンに在籍している。ホームスタジアムである、エスタディオセルロデエルエスピノは、セグンダリビシオンの開催基準を満たさないため、2018から19シーズン開幕から数試合はアトレティコマドリードの、ホームスタジアムであるワンダメトロポリターノを、ホームゲームに使用する。 1997年にはリザーブチームが設立され2000年から2011年まではマドリード州一部リーグに在籍したが3位だった2010から11シーズンを最終シーズンとし2011年に解散した2018年7月4日には既存の CDF トレスカントスをリザーブチームとすることで合意に達した CDF トレスカントスは マハダ・オンダから北東に 20km のマドリード州トレス・カントスに本拠地を置いており2018から19シーズンの CDF トレス・カントスはテルセーラ・ディビシオンに所属しているアトレティコ・マドリード時代にコパデル・レイを3度制したアンヘル・メヒアスは晩年の1994年から1998年に CF ラージをマハダ・オンダでプレーしてから現役引退した ダニエルナンデスは2002年に CF ラージをマハダオンダからデビューし、後にベネズエラ代表となった。スペイン代表歴にあるダニガルシアは2007から08シーズンに CF ラージをマハダオンダでプレーした後に現役引退した。リュカ・エルナンデスはユース時代の2005年から2007年に CF ラージをマハダオンダの下部組織に在籍し、 2007年にアトレティコ・マドリードの下部組織に移った。ロドリゴ・イルナンデスも幼少期に CF ラージオ、マハダ・オンダの下部組織でプレーし、リュカ・エルナンデスと同じ2007年にアトレティコ・マドリードの下部組織に移った。ムニル・エル・ハダディはユース時代の2010年から2011年に、アトレティコ・マドリードの下部組織から、CF ラージオ・マハダ・オンダの下部組織に、レンタルされていた。ありがとうございます。